ドナルド・スコット・ド・ライス・デールは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、バンナイズ出身。ニックネームはビッグ・ディー。右投げ右打ち。1954年にブルックリン・ドジャースと契約。1956年4月17日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャーデビュー。5勝を挙げ、チームはリーグ優勝。 ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは第4戦でリリーフ当番しにイニングを投げた。1957年は6月5日のシカゴカブス戦でメジャー初完封。後半戦で11勝を挙げ、17勝9敗、防御率2.69を記録。チームが故郷に近いロサンゼルスに移転した1958年は開幕から5連敗を喫するなど不調で、前半戦は4勝。 防御率5.80。後半戦で復調したが、12勝13敗、防御率4.17と成績を落とした。打撃では、ナショナルリーグ大記録の7本塁打を記録。1959年は、自身初のオールスターゲームに選出され、先発投手を務めた。17勝13敗、防御率3.46、リーグ最多の242奪三振。 4カンプを記録し、最多奪三振のタイトルを獲得。チームは、ミルウォーキー・ブレーブスと同率で並び、プレイオフを制して移転後初のリーグ優勝を果たす。シカゴ・ホワイトソックスとのワールドシリーズでは、第3戦に先発し、8回途中まで11アンダーを、浴びながら1失点に抑え、勝利投手。4勝2敗で4年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。 1960年は6月まで4勝10敗だったが、その後調子を上げ15勝14敗、防御率2.84246奪三振を記録し、2年連続の最多奪三振を獲得。1961年は13勝10敗、防御率3.69、4年連続リーグ最多の20、死球の成績だった。 チームが新球場ドジャースタジアムに移転した1962年は、前半戦で15勝4敗、防御率2.88を記録し、オールスターゲームに選出され、自身2度目の先発投手を務めた。25勝9敗、防御率2.83232奪三振、リーグ最多の314.1イニングで最多勝ち、最多奪三振の2冠を獲得。チームは、 残り7試合の時点で2位サンフランシスコジャイアンツに4ゲーム差をつけたが、その後1勝6敗と失速して、同率で並ばれ、3試合制のプレーオフにも連れ込む。2戦目で先発し6回途中を失点で降板するが、チームは勝利。しかし最終戦で敗れて、リーグ優勝を逃した。自身初のサイアング賞を獲得し、MVP の投票でも5位に入った。 1963年は19勝17敗、防御率2.63、キャリアハイの251脱三振を記録し、25勝のサンディコーファックスと共に左右の2本柱を形成、リーグ優勝の原動力となる。ヤンキースとのワールドシリーズでは第3戦に先発し、3安打完封勝利。チームは4連勝で4年ぶりのワールドチャンピオンとなった。1964年は、 シーズン前にコーファックスと共に大幅な年俸像をオーナーのウォルター・オーマリーに要求した。シーズンでは18勝16敗、リーグ2位の防御率2.18237、脱三振、リーグ最多でキャリアハイの321.1イニングの成績。1965年は23勝12敗、防御率2.777完封、打撃でも打率。 300点7本塁が、長打率、508を記録。チームは、ジャイアンツとの熾烈な優勝を争いを制して、リーグ優勝。ミネソタツインズとのワールドシリーズでは、コーファックスが、第一戦の先発を拒否したため代わりに先発したが、3回途中、7失点の乱調で、敗戦投手。第4戦では11奪三振に失点完投勝利。 ローテーション通りなら最終第7戦にも先発するはずだったがコーファックスに譲り4勝3敗で2年ぶりのワールドチャンピオンとなった。1966年は開幕から調子が上がらず13勝16敗と8年ぶりに負け越すがチームはリーグ連覇を果たす。ボルチモアオリオールズとのワールドシリーズでは第1戦に先発するが2回4失点で敗戦投手。 大手をかけられて迎えた第4戦では1失点、完投するが打線が完封されて敗戦投手となり4連敗で敗退した。1968年は5月14日のカブス戦から6試合連続完封勝利。6月8日のフィリーズ戦の5回途中まで無失点に抑え、1913年にウォルター・ジョンソンが記録した55回に3イニングを更新する58回に、 三イニング連続無失点を達成。この時、記録は嬉しいが、正直なところと切れて、ほっとした面はある。記録が続いている間は、精神的な重圧がかなりあったと語っている。新記録については、ロバート・カイ・ケネディが演説の際に触れた。20年後の1988年に、ドジャースの後輩を売れるハーシュ・ファイザーが記録を更新した。 同年は6月までに10勝を挙げ、その後は4勝に止まるが、終盤まで1点台を維持するなど、キャリアハイの防御率2.158完封を記録した。1969年は、右肩2で離脱するなど5勝に止まり、シーズン途中で引退。ブルックンでプレーした経験のある最後のドジャースの選手だった。通算209勝2486、脱三振は、 ドン・サットンに次ぐ球団歴代2位。ドライス・レールの背番号53。ロサンゼルス・ドジャースの永久決番に1984年指定。引退後は ABC などでキャスターを務めた。1984年に野球伝道入り。同年7月1日、ドライス・レールの背番号53がドジャースの永久決番に指定された。 1986年、バスケットボールで遠堂入りもしている、女子バスケットボール選手アンマイヤーズと結婚。史上初の遠堂入り選手同士の結婚ということで、話題となった。1993年7月3日、ドジャースの試合の放送のため滞在していた、カナダモントリオールのホテルで、心臓発作のため56歳で急死した。サイドスローから内角を厳しく攻める投球スタイルで、 あったため支給が多く、通算154にを支給を記録した。打撃も良く、通算29本類打は、投手としては、歴代6位。ありがとうございます。